三谷和馬は、和歌山県和歌山市出身の元プロ野球選手、宇藤良太。2012年に育成選手として、NPB の広島東洋カープへ入団した後に、2014年から2016年まで、ベースボールチャレンジリーグに球団でプレー。2017年に支配下登録選手として、千葉ロッテマリーンズで NPB への復帰を果たすと、2020年まで現役生活を続けた。 和歌山市立和歌山高等学校1年時からレギュラーに定着したが2年時の夏に選手権和歌山大会の準決勝で敗退3年時の夏には和歌山大会決勝で智弁和歌山高校に1の7で敗れたものの三谷自身は6回にチーム唯一の打点を記録したしかし在学中には春夏とも阪神甲子園球場での全国大会に出場できなかった 2011年プロ野球育成ドラフト会議で広島東洋カープから4巡目で指名。育成選手として入団した。背番号は130。2012年には主に体力作りへ専念。夏場以降は実戦を経験する機会が増えた。ウエスタンリーグ公式戦には7試合の出場で打率。286をマーク。しかし、秋に膝を故障した。 2013年には、春季キャンプへ帯同せず、前述の故障箇所のリハビリに専念。ウエスタンリーグ公式戦5試合に出場しただけで、10月1日に、球団から戦力外通告を受けた、10月31日に、NPB から自由契約選手として講じ。NPB 他球団での現役続行を希望していたため、広島対談後の2013年11月には、 12、球団合同トライアウトへ2度にわたって参加。しかし、他球団から獲得のオファーを受けるまでには至らなかった。そのため、一時はアルバイトとして、ゲーム関連の会社に勤務していた。ン夜が後に10回したところによれば、この体験で、お金を大事に使う難しさが分かったという。2014年には、3月1日に BC リーグの合同トライアウトへ参加。 同日開催のドラフト会議で、シナのグランセローズから一巡目で指名されたことから、外野手として入団した。リーグ戦には52試合へ出場。主に守備要員や代走で起用されたが、10月15日付で退団した。2015年には5月1日に PC リーグの石川ミリオンスターズへ内野手として入団。リーグ戦63試合に出場するとともに、打率。 219、26打点、リーグ最多の55支球を記録した。2016年には、前年に続いて、石川へ所属する一方で、登録ポジションを外野手に変更。リーグ戦69試合に出場すると、打率、248、5本塁打、26打点を記録した。シーズン終了後の11月15日から17日までは、柴田幸平。 井本健太郎と共に、千葉ロッテマリーンズ周期キャンプの入団テストに参加。11月16日の紅白戦では、チェングアンユーなどの左投手を相手に2打数に安んだ、1打点という成績を残したほか、満塁で迎えた打席ではポール際へ、特大のファールも放った。2016年12月2日に、ロッテが、上期3選手の入団テスト合格を発表。三谷自身は、 12月12日に支配下、登録選手としての契約を結んだことによって、外野手として4年振りの NPB 復帰を果たした。背番号は、自身と同じ日本国内の独立リーグ経験者で、この年のパシフィックリーグ首位打者だった、角中克也が入団以来着用してきた61。2017年には、公式戦の開幕を憎んでスタート。イースタンリーグの公式戦では、 開幕から40試合に出場した時点でリーグ2位の打率325を記録するほど好調だった5月21日に NPB 実動3年目で初めての出場選手登録5月23日の対福岡ソフトバンクホークス1 0会9回表に代打で一軍公式戦へのデビューを果たした5月28日の対オリックスバファローズ戦では 2番、中堅守として、スタメンに、初めて起用されたが、一軍公式戦全体では4試合に、出場しただけで、初安打には至らなかった。イースタンリーグ公式戦では、チームで最も多い107試合の出場で、最終規定打席へ到達するとともに、リーグ9位の打率26、262をマーク。2018年には、 前年に続いて、イースタンリーグの最終規定打席に到達。111試合の出場で、4本塁打、リーグ5位の打率、272を記録したが、1軍公式戦への出場機会はなかった。2019年には、6月21日の大東京ヤクルトスワローズ戦で、2年ぶりに1軍公式戦へ登場。7月3日の対オリックス戦7回裏から、 左翼手として出場すると、9回表に巡ってきた、打席で、左投手の山田信義から、右打席で一軍公式戦初安打を放った。シーズン2打席目、NPB 実動5年目、プロ野球選手生活8年前での初安打であった。7月21日の対北海道、日本ハームファイターズ戦で、左投手の堀水木から、右打席で一軍公式戦初本塁打を放った。 一軍公式戦全体では、代打や守備固めを中心に25試合へ出場、打率286を記録した。2020年には、イースタンリーグ公式戦64試合の出場で、日本塁打、打率231をマーク。レギュラーシーズン終盤の10月7日には、チームメイトの岩下大輝が一軍での遠征中に、新型コロナウイルスへ感染したことを背景に、 一軍へ昇格した。自身と同じ外野種の岡大会が保健所から岩下との濃厚接触者に認定されたことに伴って NPB が定める新型コロナウイルス感染拡大防止特例2020の代替指名選手として昇格したが、昇格後は一軍公式戦へ出場しないまま10月12日に登録を抹消。その後も一軍への復帰には至らず。 シーズン最終盤の11月6日に球団から戦力外通告を受けた。12月2日付で NPB から自由契約選手として公示。同月26日に球団を通じて現役引退を発表した。2021年からは千葉ロッテマリーンズのスカウトとして活動する。50メートル走6秒0、遠藤110メートルの瞬速、強剣のスイッチヒッター。 他の選手のバッティングフォームの真似が得意。守備位置は主に外野だが、PC リーグ時代やロッテの2軍では、セカンドやショートを守ることもあった。もともとは右打ちであるが、高校2年時の10月頃に体育の授業でソフトボールをした際、左打ちのスイングをしているところを見た監督に、スイッチヒッター転向を勧められた。一部雑誌等で、スイッチヒッターになったのは、 中学時代とされることもあるが、当時は練習時に遊び感覚で左で打つことがあった程度で、試合で実際に行ったことはないと本人が否定している。ニックネームはマイク。これは、苗字のンヤをローマ字にしたマイクがマイクとも読めることから。好きな食べ物は生姜焼き、嫌いな食べ物はプリン。ありがとうございます。